はい、こんにちは。豊かの視点3連戦を振り返るということで、またやっていきたいと思いますが、豊かさん、キャーマーっていうのがまたいません。ちょっと一人じゃ調子が出ないんですけども、まあ頑張っていきますのでよろしくお願いします。マークしてもなーとかね、気に行くのかっていうチームもちょっと気になるところです。どうなったということで、まずはセリーグから振り返ってみたいと思いますが、さあこうなりました。ジャイアンツが試合を開始しました。まあ阪神とですね、まあ赤い方がこう勝ち越したということで、まあ阪神が2勝、まあ勝ち越しました。まあヤクルトがドラゴンズ相手に2勝、ベイスターズが、広島相手に2勝ということで、まあ振り返りたいと思いますが、まずは巨人と阪神から、メルセデス青柳初戦は、まあ阪神のミスがあってですね、一時は逆転するんですね。まあだけどその佐藤とか、まあ、大山はその前にホームランか、まあ、佐藤とか、まあ、エラーした人間が、まあ、同点タイムリーだとか打ってですね、試合をひっくり返し、まあ、青柳が頑張り、まあ、その後浜地、岩佐とか岩崎が頑張ってですね、まあ、初戦をものにするということだったんですけども、ずっと1点差でいってたんですね、巨人は負けてても。で、まあ、巨人といえばホームランが出る、そういうことを期待しながら、まあ、見てたんですが、まあ、中継ぎ陣が、まあ、桜井かなが打たれて、まあ戦意喪失ということで、まあその試合は落としました。まあ青柳はやっぱりこう安定してるし、まあエラーがあってもその後こう粘りを見せて、非常にいいピッチングということにはならなかったんだけども、まあ粘りがある、負けないピッチングをしてくれたですね、まあ初戦がそういう試合でした。で2戦目は戸郷と、まあ、伊藤はですね、まあ3試合連続完封になるか、これはもう阪神史上初めてのことで、あの江夏さんでもできなかったというね、まあそういう記録に挑戦しながら投げてたんですけども、まあ結局こう吉川に打たれ、その3試合完封ということは、できなかったんですけども、ただやっぱこう伊藤のピッチングにちょっと翻弄されてる部分が巨人はあって、やっぱり苦手意識があるなというのと、でまあ戸郷も素晴らしいピッチングをしたんですけども、勝ちにつながらなかった、まあそこの一つの原因として、まあ巨人が12日間ぐらいちょっとゲームから遠ざかってたのかな、まあそういうこともあり、ちょっとゲーム感がないなっていうような、まあそんな感じがして、これはまあバッターも走塁も、まあピッチャーはしっかり投げてるんですけども、なんか野手陣にゲーム感がない人が多くてですね、ちょっとこれは長く続くかなっていう風な感じを見せたんですね、まあだけど、まあ、接戦のゲーム、いい試合はやってるという。で3試合目で山崎と、ウィルカーソンで、山崎が良かったですね。8回109球3安打、四球はゼロということで、まあ完封もできたんじゃないかなっていうようなね、そういう感じを受けたんですけども、まあ、打線も一気に5点を取るシーンなんかは、そのゲーム感がないって言ったけども、その、まあ、ジャイアンツってホームランじゃないですか。でもそのホームランを捨てて、こうなんていうんですかね、ランナーを返すバッティングをしていったということからすると、まあゲーム感もある程度戻ってきたのかなっていうような感じもしますし、非常に点の取り方っていうのは久しぶりに打線がつながったなっていう、まあそんな感じがしましたね。で阪神の方はウィルカーソンがもう1イニングで5失点でもう KO されるという、まあそういうことから考えると、まあ投手の出来でこの試合は決まったなっていう感じを受けました。この試合の中で山崎伊織から3安打しかしてない。で9回に伊能が出て、まあヒットが1本出て計4安打なんですけども、なんかここに来て多少、まあ戸郷からもそんなに打てたわけではないですし、なんか多少バッティングの方がこう湿りがちになってきてるのかなっていう、ちょっと心配な部分が出てきてるので、この3連戦でだから、まあ次のカードを、まあどういうバッティングを見せてくれるかっていうのは楽しみにしたいと思います。まあでもジャイアンツが、まあ久しぶりにゲームをやってゲーム感がない中で、まあ一つ取れたということは、まあ収穫だったかなと。それと若手が、まあ、春先ちょっと疲れが溜まって自分のパフォーマンスができなかったのが、まあ山崎よりが久しぶりに投げて、まあピシッといけたということは、まあジャイアンツにとっては明るい材料だし、
まあ阪神はここに来てちょっと打線が少し湿りがちっていうのが少し気になった、3連戦でした。で、東京ヤクルトと中日ドラゴンズ、先発ピッチャーが高橋奎二と、柳、村上の5打席連続ホームランという試合だったんですけども、1打席目カーブ、2打席目チェンジアップということで、まあ5打席連続、その前の阪神戦3打席連続からつながったんですけども、まああのチェンジアップの打ち方なんていうのは、なんていうのかな、こう自分の体勢を崩しながらでも、こうゆっくりでも大きく振れるというバッティングができる村上っていうのは、素晴らしかったなっていうふうには感じるし、まあそういう勢いのもと、まあ中日は押し切られたという。ただその先発ピッチャーの柳、まあ打たれたとはいえですね、やっぱ村上に対して挑んでいったその男気っていうのはすごく褒められると思うし、いや打たれたら何もなんないよっていう人はいるかもわからないけども、だけどあの柳のその投手として向かっていくという姿がすごく美しかったし、まあ村上のまあホームランという記録にはなったけども、柳が全て悪いわけではないし、あの非常にあのピッチャーとして無呼吸が強いんだなっていうのを感じさせた、柳の投球でした。まあ試合は負けましたけどもね、まあ、柳の姿っていうのはすごく立派だったというふうに思います。で2試合目サイスニードと笠原で村上を徹底マークしてたんですね。でもう際どいとこ際どいとこ、もう失投がないようにないようにしながら、まあ、村上を、まあ、歩かせるとか凡打に取るとかそういうこともやったんですけど、村上の後に、打つサンタナが2ホームラン、村上以外で点を取ったのは久しぶりだなっていうような、そんな感じがするんだけども、まあサンタナが後ろにいるっていうことは村上の三冠王っていうのは非常に大きなアシストになりますね。これはだからまあサンタナがあんな打撃を見せてくれると、やっぱ村上と勝負せざるを得なくなる。まあ1点だったらいいとか2点だったらいいとかじゃなくて、やっぱもう村上で勝負とかもうせざるを得なくなるような、そういうサンタナの状態があるので、まあ非常に村上にとっては心強い存在じゃないかっていうふうに思います。で中日の方は非常にこうバッティングでも追い上げてるんだけども、ミス、まあポテンヒットが2つぐらいあって、で外野の譲り合い、内野外野の譲り合い、まあそういうことで、まあ、ピンチが広がり、まあ、試合を落とすという、まあ、結果になったんですね。でもしもそのポテンヒット2つがなければ、逆に中日が勝ってたような、なんか消極的なプレーだし雑なプレーも、まあ、内野に一つあったし、だからそういうことをこう見せられると、やっぱこう首位を走るチームにはやっぱ勝てないかなっていうような印象を受けた、まあ、2試合目でした。でまあ3試合目は、中心なり星と大野の先発予定だったんだけども、まあ見ることができなかったという試合でした。で DeNA 対広島で、今永、森下の投げ合い、まあ、若きエースと言ってもいいですよね、2人ね。で、今永が6回2失点、森下が4回5失点ということで、まあ、初戦を取るわけですけども、まあ、DeNA の方は、大和、嶺井、桑原のタイムリーで、まあ3連続タイムリーを打たれるというね、森下が。いうことで、まあ、一気にこう試合を決めにかかるわけですけども、森下の調子っていうのはそんなに悪くはなかったと思うんですね。ただそのボークを取られるんですよね。でボークを普段こうやってる通りにやって、それがボークだったんですよ。まあ、白井三塁審判に取られたわけですけども、まあ、映像で見たら、これを取るのかなっていうような、まあ、そんな感じもしてて、まあ、なんていうのかな、もう狙われてたというか、いや、ちょっと早いなっていうようなことは、審判団の中でも話し合ってたと思うんですね。それが、その DeNA 戦で取られたということになって、なんかこう、自分のリズムでセットポジションっていうのは入れなくなったんですね。まあ、それでこうちょっと状態がおかしくなったかなっていうような、そんな気がして、少しまあ気の毒な部分もあった初戦でした。で2試合目で浜口と床田が投げるんですね。
まあ床田がちょっとファーストに走る際に怪我をして、まあそのまま降板をしていくんだけども、広島の状態が悪いだけに、まあ床田っていうのはまあ一番今広島で安定してるピッチャーだけにちょっと心配な、まあ2試合目の先発の床田だったんですけども、ずっとリードしてきた DeNA が、まあ、伊勢というセットアッパーにバトンタッチをした時に、まあ、一気に、同点にされるんですね。打たれた球っていうのが高めに浮いたスライダー、まっすぐがいいだけに、まあ、スライダーもいいところに決まれば、まあ、打ち取れると思うんですけど、ただ1年間経験してきた来たことのないピッチャーだけにね、まあ、これからの疲れだとか、まあ、そういうのが少し垣間見えた、そういうシーンだったですね。ただ試合は宮崎の満塁からタイムリーで、まあ、サヨナラ勝ちをするわけですけども、まあ、その中で、オースティンが戻ってきて、まあ、タイムリーを打つなど、まあ、DeNA にとっては明るいニュースが非常に、まあ、多かった、まあ、伊勢以外はね。で岸田の怪我とか広島の方はちょっと心配ですけども、同点に追いついて延長に入った時に送りバントの2度の失敗があるんですね。で2度の失敗、まあバントって、まあ、言えば簡単ではないですけど、だけどやっぱりこう勝ちたいんであれば決めなきゃいけないというね。だからそういうミスが、まあ、流れも DeNA の方に行くし、だからすごくもったいない試合、後半になってまだ勝ちがない、まあ、広島がねちょっと苦しんでるなというこう対戦でした。はっきりしてきた A クラス B クラスって書いてありますけども、 A クラスがやっぱ全部勝ち越したんですね。まあ阪神、まあヤクルトも勝ち越したし、まあ DeNA3 位も勝ち越したということでまあゲーム差はそんなにこう広島とかあのジャイアンツとかあんまりないんだけども、だけどその A クラスにいるチームっていうのはやっぱ目標があるんで、少しちょっとこう心配な流れができつつあるぞと。だから巻き返すのはもうジャイアンツであり広島がやっぱこう上位を食っていかないと、こうはっきりしてきちゃうよっていうような少し流れを感じた、まあ、3連戦でした。まあ以上がセリーグです。続きましてパリーグ。はい、パリーグです。まあ勝ち越したチームが西武ライオンズ3立てですね。北海道日本ハムファイターズが勝ち越し、まあ、楽天が勝ち越しということで、まあまずは、西武対オリックス、まあ、高橋光成と山本由伸、ね、エース同士の投げ合い、これはどうなるかなって楽しみにした一戦だったんですけども、西武打線がですね山本に対してもう食らいついていく。で5回までに100球を投げさせてるんですね。で結局山本は6回で119球かなんかでもう降りるしかなかったんですね。やっぱ球数があんまりいくとやっぱローテーションも守らなきゃいけない、まあ、疲れも考慮しなきゃいけないということで、もう初回からノーアウト満塁とか、まあ、そういうのを切り抜け、2回にもワンアウト満塁とかそういうのも切り抜け、徐々にこう調子を上げていったんだけども、やっぱ球数がかかったこの試合は。で西武打線は41イニングぐらい山本由伸から点が取れてない。だからもうみんな必死だったんでしょうね。それで5回までもう粘って100球を投げさせたということで、早く降板させたということ。それに伴ってオリックスの方はやっぱこうリリーフ陣を多く使わなきゃいけなくなった。そこで、まあ、本田が捕まり逆転を許すと。で、まあ、両先発ピッチャーに勝ち負けというのはつかなかったけども、西武が粘り勝ちで勝ったという試合。だからいい投手にどれだけ球数を多く投げさせて早く降板させれば勝利に近いものになるのかなっていうのがなんかちょっと見えた試合だったですね。で2試合目平井と宮城。平井がですねオリックス打線のクリーンナップをノーヒットに抑えるんですね。だからまあそういう好投もあり、まあ、西武が勝利するわけですけども、まあ、宮城も決して悪くはなかったんですよね。でジャンセンの時に満塁で、ジャンセンの時に決まったというボールをボールという判断にされて、まあいいボールだったですね。
されて、まあ、押し出しということで、なんかこうリズムが悪くなる。で西武の方は森がに2本のホームランを打ちっていうようなね。でまあ調子がこう森が上向いてきてるという、山川はいるっていうことで、非常に打線の厚みがどん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 こうここに来て増してるかなという。で宮城もジャンセンのがストライクであればこの試合どうなったかわからないけども、まあボールという判定で、まあ、惜しい試合を逃したかなという、まあそういう2戦目でしたね。で3戦目松本山崎幸也が投げるんですけども、まあ松本が7回に失点、非常に好投ということでね、まあ打線を抑えていくわけですけども、まあこの試合同点で水上が抑えて中村がサヨナラホームラン、この試合で3対2で勝つわけですけども、全部中村の打点、まあ中村がツーランを打って先制をする、まあ2点を取られて、まあ9回サヨナラホームランを打つと、まあやっぱりホームランで決まる試合っていうのが非常に多いなという、まあそういう印象も受けたし、まあ中村38歳でまだまだパワーを衰えてないなという、まあ勝負強さも含めてね、まあそんな感じがしました。それでそのこの試合水上が、勝ち投手になるんですが、43試合を投げて防御率が 0.64、なんか新人王に近づいてんなっていうような、まあ対抗は大関とかいるんですけども、まあ、大関はちょっと離脱しちゃったし、まあ水上が非常にいい位置にいるなっていうのを感じました。でオリックスの方は昨日もそうなん、昨日っていうか2戦目もそうなんですけど、クリーンアップが打ててない。で今日もクリーンアップ3人で2本しかヒットが出てないんですね。だからここら辺やっぱこうちょっと打線が低調になってきてるかなっていうのが少し心配ですね。逆に西武は森は良くなってきてる、おかわり君はホームランを打つ、外崎は1番に入って躍動し始めてる、まあそういうことから考えると西武は今いい状態にいるような、そんな気がします。日本ハム対ソフトバンク、2勝1分けで日本ハムが勝ったんですけども、まあ初戦、伊藤石川の投げ合い、近藤がツーラン、佐藤がホームラン、郡がツーラン、ソフトバンクの方は同じ3本出てるんですね。柳田、グラシアル、牧原がホームランで、ソフトバンクの方は全部ソロなんですね。で日本ハムの方はツーラン2本とホームランという、このランナーを置いてのホームランなのか、ランナーがなしでのホームランなのかという差が出たような、まあそんな感じがしますね。でやっぱソフトバンクがなんかこう勝てないですよね、日本ハムに。で2戦目は上原対東浜、上原は8回101球3安打、まあ好投ですよね。で東浜、これはね相性が悪いアルカンタラにホームラン打たれるんですけど、相性って本当に顕著に出てくるなっていうのを感じました。まあこの試合で清宮が2本のツーランホームラン、今季初めてです。ツーランっていうのは全部ソロだったんですけども、ツーランが出始めた、ランナーがいる時にホームランが出始めた、まあ、それと2本のホームラン、東山という変化球を操るピッチャーから2本のホームランを打てたということはすごく成長の証かなっていうふうに思います。で 3試合目、杉浦とレイ、まあ、両先発投手とも久しぶりのピッチングの割には、まあ、ゲームは作っていくんですけども、まあ、3点リードされた時、まあ、1点を取ってランナーを置いて万波というところなんですけども、万波のそのボール2のボールボールになるんですけども、その見逃し方が素晴らしく良くて、あれこの打席ホームラン打つんじゃないかなっていうような気がしたんですけども、まあ高めに浮いたスライダーをホームランしてくれた。やっぱバッターって見逃し方とか、やっぱボール球に手を出さないっていうことは自分に有利に返ってくることがすごく多くて、だから万波がそれをやってくれたということは万波も成長してくるなっていうようなね、万波も成長してるなっていうような感じを受けました。この試合引き分けるんですね。で11回、サヨナラのチャンスにノーアウト1・2塁、
バッター万波、この時に初球エントランかけるんですよ。で外野フライになっちゃうんですね。でなんでタッチアップしないのって思ったらエンドランがかかっていて、まあタッチアップできないですよね。なんかすごくもったいない試合を落としたなという、まあそんな感じがしました。それと甲斐野が投げてたのかな、で158キロぐらい投げてるんですけども、そのピッチャーからエンドランっていうのは結構厳しかったなっていう。ただ万波も当てていって、外野まで飛ばしたんだけども、あそこはやっぱゴロを打たないと、まあそこまで要求するのも難しいとは思いますけどね、速いボールだけに。それと問題はソフトバンク、日本ハムに対して6連敗、7試合戦って勝ちなしという、やっぱり優勝するチームが最下位のチームにこういう戦いをしてると絶対に優勝はなくなるということ。だから非常にこう日本ハムとやるときは固定観念を捨てなきゃいけないというか、強いチームっていうのは大体試合を読んでいくんですね。ここはバントだとか、ここは盗塁だとか、ここはエンドランだとか、非常にこう勝つためにどう相手がしてくるかっていうのを読みながらやっていくと思うんですけど、日本ハムの方は奇想天外なことをやってくるんで、ゲームをやっててちょっとリズムが合わないんでしょうね、チームとして、で考え方として。だからここら辺を少しクリアにして少しちょっと考えないと、まあ日本ハムにはやられ続けるかなっていうような、そんな感じがしました。まあ日本ハムはでもソフトバンク相手に頑張りましたね。はい、楽天対ロッテ、則本対ロメロ、1戦目がで2回までに則本が4失点、まあエースがやっぱこう2回までに4失点してしまうと、まあこう野手がすごく気持ちが重くなる。まあ相手がロメロということで、まあ初回に中村のツーランとか出て、まあ効果的に点を取っていくわけですけども、まあロメロが8勝目ということ、則本がここのとこ勝てないということ、ちょっと打線もですね、ロメロに対して低調だったということですね。で2試合目、唐島と佐々木朗希、まあ皆さん唐島と佐々木朗希って、まあ、唐島には失礼だかもわからないけども、相手が佐々木朗希、まあどっちが勝つかなっていうのを想像したら、やっぱ佐々木が勝つだろうなっていう風な、まあそんな感じが受けたんだけども、ただちょっと天候が悪くて中断とかあったりだとか、まあ佐々木にはあんまり経験のないことだったと思うんですね。まあそれでリズムが悪かったのか、なんかこう結構打たれましたね。ただその打線もコンパクトに打ったわけですよね。佐々木に対して8安打打つわけですけども、単打ばっかりなんですよ。だからもう本当に早い球に対してコンパクトに打っていったという、まあ、それがやっぱこう勝ちに結びついたというね。だから非常に考えられた、攻略の仕方だったかなっていうふうに思いました。まあ、佐々木はやっぱこう雨とか、まあ、ちょっと下も滑るような状態で投げたりだとかしたので、少しセーブしながら投げてたかなっていうような感じも受けたんですけどね。まあマウンドが滑るようだとすぐタイムを取って心配に言ってくれたらグラウンド整備はしてくれるんだけども、まあだけどまあしょっちゅうじゃ困るんで、まあそこら辺で少し遠慮があったのかなっていうような気もしました。ただまあ楽天がコンパクトにアジャストしてきたっていうバッティングはまあ見事だったですね。で3戦目、岸と本前、7回を102球、3安打1失点という岸に、まあ、軍配が上がるわけですけども、まあ、ロッテの方は中継ぎ陣にコロナが出てるんですね。まあ非常にオスナだとか東條だとか、まあそういうピッチャーが、勝ちゲームに投げるピッチャーがいない。まあ先発投手陣は1イニングでも長く投げてカバーをしたい、まあ、そういうプレッシャーが佐々木にも元前にもあったのかわからないけども、やっぱこの2試合ともこうゲームを作ることができなかったんですね。だから非常にまあ気の毒ではあるけども、やっぱこう後ろがどうであれ自分の仕事というのはやっぱゲームを作ることであって、だからそれをちょっと全うしてほしかったなっていうような、まあそんな感じがします。ただ楽天打線は見事だったのは、まあ5本のホームランかなが飛び出したんだけども、その前にまあ出たら盗塁を仕掛け、それを点に結びつけていく、まあスクイズもあり盗塁もありということで、スモールベースと
その豪快な野球の融合でですね、まあ起死を援護したという、だから見事な打線だったですね。ただ岡に三塁打を打たれるケースがあって、外野フライで1失点を岸がするわけですけども、やっぱり西川がねちょっともたもたしてるんですね、外野の守備で。あれはやっぱ全力でプレーしてあげないと、やっぱ投げてるピッチャーにも失礼だし、まあそこら辺はねやっぱチームの輪を乱すということから考えると、まあちょっと西川遥輝ちょっとしっかりせよということはちょっと言っときます。さてそれで順位表がどうなったのか、はい、こうなりました。まずセリーグ、ヤクルトが休んでる時に阪神負けたくなかったですね。でちょっと開きました 0.5 ゲーム差で、まあ DeNA、広島、巨人、中日っていくわけですけども、広島が勝ててないもう少し細かいこと、そういうことを丁寧にやる、意識してやる、まあそれが大事かなという。で巨人はゲーム感がそろそろ戻ってくるんで、期待したいのは若手の投手陣、まあそういうのに期待したいです。で中日はやっぱ消極的なプレーは絶対ダメだということ、それは肝に銘じてくださいね。でパリーグ、まあ、西武、これ次の相手がロッテなんですね。でロッテがコロナでちょっと苦しんでる、これ一気に行く可能性があるということで、オリックスと やった時に勝敗が逆転するとオリックスが首位に立ってたんですね、本当だった。でも西武はそこで頑張った、踏ん張った。で今度ロッテでちょっと苦しんでる、ここで一気に行く可能性があるということです、西武にはね。で楽天もバッティングの状態は良くなってきた、ソフトバンクの方は相変わらずちょっともたもたしてる、オリックスの方は主軸が当たっていない、ロッテはコロナで苦しんでる、まあ日本ハムはある程度固定に入ってきたということ。この前も一緒なんですけど、後半戦スタート、まあ、しましたけど、まあもう目まぐるしく順位が動いてます。だから点を取るときにやっぱりしっかり取り切っとかないと痛い目に遭うということですね。その1点を取るためにどうするかということ、バッターがどうであれどういうふうな作戦を立てていいかっていうのは、これベンチワークの差がこれからは出てくるような気がします。以上3連戦を振り返るでした。